朝10時の東京都東銀座。駅前ではサラリーマンと歌舞伎観劇のお客さんが交差している。私はどちらかというと前者の方で、今日は大事な打ち合わせがあってやってきた。それにその後はオーディションだ。何回受けても緊張する。昨日はあまり眠れなかった。それにしても銀座と東銀座、似ているようで似ていない。例えるなら、銀座はきらびやかなハリウッドスターで、東銀座は寡黙な映画人。多くは語らないけど、何か内側に引きつけられるものがある。それが東銀座だ。ん？あれあれあれ？こんなところに可愛らしいお店が。路地裏にバナナ。バナナジュースか。言われてみればバナナのいい香り。これは見つけちゃったか。あ、12時オープン。今は10時10分。惜しくもなんともない。こりゃダメだ。いや、打ち合わせの後来るか。それならまだ1時半2時。そんなバナナ、芳醇なバナナの香りにお腹の猿が鳴いている。確かに頭がいっぱいで朝ごはんを食べていなかった。緊張も吹き飛ぶバナナの香り。腹が減った。そう、オーディションとは自分との戦い。腹が減っては戦はできぬ。家康殿に怒られてしまう。来たる自分との戦いに向け、拙者朝食を食べるでござる。朝ごはん、朝ごはん、朝ごはん、朝ごはん。大事な打ち合わせを前に、脳内会議がフルスロットルで開催されている。この会議いつ終わるんだ。これはサンドイッチアメリカン？なんだこのショーケースは。パックにパンパンに詰められたサンドイッチが何とも豪快に積まれている。なんというかおしゃれじゃないところが絶妙にいい。アメリカンな新入社員が脳内会議をサクッと終わらせてくれた。今日の朝食はここで決まりだ。さーて、朝ごはんは無事にゲットした。種類が多くて店先でとても悩んでしまった。さてさて、あとはコーヒーの調達だ。川沿いにある
とある公園、戦士の休息場といったところか。いや、サボり場か。なんとなく落ち着くこの感じ。さあ、待ちに待ったこの時間、アメリカン劇場始まります。選んだのは卵とハンバーグ。この組み合わせ間違いない。あ、結構ふわふわだ。おー、でかい。 It's amazing。 いや、 wonderful and exciting。 これは豪快に一口いけるかな。おー、濃厚こってりマヨネーズ。この罪悪感たまらん。ふわふわの生食パンの間にこれでもかというほどの卵サラダ。あまりのボリュームに幸福度もあふれ出す。そしてなんといってもパンがおいしい。持っただけで形が変わる。まるで食パン界のヨギボーだ。これは食欲にジャストフィット。卵サラダも濃厚でありながら重たくはない。朝からでもペロリと食べられてしまいそうだ。朝ごはんが美味しいと一日頑張れる気がする。そして主役はもう一人。こちらもかなりのボリューム。君、お布団足りてる？こっちはハンバーグ。白と茶色の組み合わせは美味しい。これも豪快に。おお、面白い味だ。思っていた以上にメンチカツに近い味わい。玉ねぎの甘みがこれまたいい仕事をしていて、このちょっとしたソースがなんともオリジナル感を出している。はあ、初めて食べても懐かしい味。これが歴史の味というものか。おっと、冷めないうちにコーヒーも飲まないと。豆はたくさん選べたけど、ブラジルの豆にしてもらった。あんまり詳しい違いはわからないけど、一つはっきりとわかることは、美味しいということ。程よい天気の下でサンドイッチを頬張り、コーヒーを飲む。いい朝だ。それにしても、やはり食べ応えがすごい。耳は結構しっかりしている。まだ半分。いやー、これ全部食べたら私打ち合わせ中寝てしまいそうだ。それにオーディションでポッコリお腹はまずい。朝ごはんのつもりが朝昼ごはんになってしまった。お腹が減ったらまた食べよう。そしてここからは別腹タイムだ。さっきのコーヒー屋さんで気になった一口もなか。どんなにお腹がいっぱいでもデザートがないと閉まらない。
本日のご褒美、前借りです。特徴的な一口もなか、お尻みたいだ。あー、くるみのようなナッツが入っている。なんだか醤油っぽさもある。中は濃くて口どけのいいもなか。これは食後のおやつに大正解。今日は当たりが多い。いい一日になる気がする。やっぱりご飯は元気の源だ。